菅官房長官は午前の記者会見で、将棋の聖義治棋聖が前人未到の永世七冠達成を達したことについて、歴史に刻まれる素晴らしい偉業だと述べ、祝意を示しまった。この中で、菅官房長官は、将棋の義治棋聖が5日、永世竜王の資格を得、前人未到の永世七冠達成を果たしたについて、一つのタイトルを取るだ。でも大変だが、それを何度も繰り返して、聖称号を獲得し、しかも7大タイトルすっての永世称号を獲得するのは、10代で、自最年少のタイトルを獲得し、長年には、まさに歴史に刻まれる素晴らしい偉業だ。心からお祝いを申し上げたいと述べまった。一方、菅官房長官は、記者団が、羽根さんに対して国民栄誉賞の授与を兼する考えがあるのか質問したのに対し、国民栄誉賞の授与は安倍総理大臣が決め、ことだが、現時点においては決まっていいと述べました。